千葉明徳高等学校です。明徳高校も昨年よりもぐんと難度を上げてきました。ひねりとひねりの間に一度姿勢が入りましたね。両サイドはダブルツイストです。タンブリング美しいですね。着地までピタッと決まっています。ダブルアップ、ダブルツイストのヒールストレッチのスイッチですね。距離を出していきます。ピタッと決まりました。お、ここからのダブルが大事です。この千葉明徳高等学校は去年おととしともに3位ですね。そうですね。ぜひ準優勝優勝を目指したいところですね。準優勝が狙える位置にありまして、本当に勢いに乗りたいところですね。ここから後半頑張ってほしいです。上位2チーム、関西のチームが占めてますから、この関東のチームがね、そうですね、頑張ってほしいところです。はい、もうトータッチのワンワンワン、綺麗に決まりました。こちらは難しい技です。1回ツイストをしてトータッチをしてからワンワンワンになりました。フルトータッチという技ですね。そして両サイドがタッシュアップで上がりました。こちらはですね、チアリーディングの寮がありまして、はい、ぜひホッパーズでチアがしたいという選手が親元から離れて、そしてこのメンバーの中に選ばれてますね。そうなんですか。はい、そういう思いでチアを続けている選手が多いということですね。そうですね。ラストに向かっていきます。はい、リワインドです。後方宙返りをしながらエレベーターに上がりました。そして連続の後は1回ひねりをして足を前に伸ばすヒールストレッチになりました。このダブルアップはいいですね。さすがはホッパーズです。2、3の両サイドが1回ひねって乗ってきましたね。ちょっと形が惜しかったですけれども、そこにも難度が詰め込まれています。こちらは一度逆さまになりましてシャチになりました。さらに前方宙返りをしてディスマントしています。千葉明徳高等学校の得点発表です。千葉明徳高等学校の得点、決勝得点227点が出ました。